私は今青葉シンボルロードのちょうど中心付近に来ています。このイルミネーション奥の静岡市役所からぐーっと回りまして奥までつながっています。およそ500メートル続いているんですね。でその周りをですね16万球のイルミネーションで彩られているということなんです。先ほどこの辺りの商店街の方にもいろいろお話を聞いたんですけれども、本当にイルミネーションの時期はですね人通りが増えて、そして若いお客さんも居酒屋なんかには増えるそうなんです。そして、その従業員の方もですね帰り道人に着くときに疲れを癒しながらイルミネーションを見ているということでした。さあ先ほど午後5時に行われた点灯式の様子をご覧いただきます。3、2、1 We love 静岡。さあ多くの人が見守った点灯式、16万球の LED ライトが点灯し始まった青葉シンボルロードイルミネーションです。今年のテーマはハート。シンボルのモニュメントラブハートは高さおよそ7メートル、真ん中にはピンク色で立体的に輝くラブの文字、さらに時和公園近くの池のエリアには可愛いハート型のモニュメントやフォトスポットとしてクリスマスシーズンにぴったりとなっています。